追悼プリンス、孤高の天才ミュージシャン、プリンスとは何者だったのかアメリカの人気ミュージシャンプリンスが21日、ミネソタ州ミネアポリスの自宅で亡くなりました。57歳でした。本名プリンス・ロジャー・ネルソンさんは1978年にアルバム FORU でデビュー80年代を中心にパープルレインなど数々のヒットを飛ばし アルバム、シングルの売り上げは1億2000万枚以上グラミー賞を7回受賞するなどマイケル・ジャクソンらと並ぶ世界的な人気ミュージシャンとして活躍2004年にはロックの殿堂入りも果たしましたその一方でロックやファンク、ソウル、ヒップホップなどジャンルを超えた 唯一無二の音楽性や音楽家としての権利を主張し、レコード会社の介入を拒む姿勢などから謎めいた孤高のミュージシャンというイメージもあります。そこで今夜は、プリンストはいかなるミュージシャンだったのか、その革新性や天才性の本質はどこにあるのか、そして現在の音楽シーンにどのような影響を与えているのか、 名曲と共に振り返っていきます。ナムさんはもうドンピシャさんはい。私、中学、現体験。うん。あの、掃除の時間に、はい。あの、廊下で、 傘をしてパープルレイン歩き方を真似してねっていうのが流行ったんですよそれぐらいもうドンピシャですねもう思いっきりいやいややっぱり中学校高校に聴いた音楽って一生忘れないですよいやホあとその記憶もいっぱい詰まってますよねやっぱねそういう時期に聴いたことだからその通りだと思います僕は81年生まれなのでドンピシャではないんですよ一番売れていた時期ということでその頃に生まれてるって感じですねその頃に生まれてるということであるんですけれどもなのでその各曲知っていても KF 立ててとかその音楽シーンにどういった影響が与えられたのか、うん、どういうふうに登場してインパクトを与えたのかってあたりはリアリティを持ってわからないところなんですね。うんうんうん リスさんの方にもそういった方多いと思うんですよ。はい、ですのでですね、今日はですね、僕は皆さんと一緒にプリンスの歩みについて学んでいきたいなと思っております。うん、はい、えー。私世代の方はね、あの、はい、振り返りながら思い出しながらき、ね、あの、お聞きいただきたいと思いますけれども。では、今夜のゲストをご紹介したいと思います。音楽評論家の高橋健太郎さんです。よろしくお願いします。高橋です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋健太郎さんは、ヤングギター、プレイヤーなどの音楽師で、大学在学中にライターデビューなさって、80年代以降もミュージックマガジン、 朝日新聞などで評論を続けられ音楽配信サイトおとといの創設にも参加。えー、著書に スタジオの音が聞こえる、えー、この本の際にはミッドナイトにも、ね、お越しいただきましたけれども、はいはい、ポップミュージックの行方、音楽の未来によみがえるものなどがあり、今年1月には20世紀の音楽史への深い造形をもとにして、謎をはらんだタイムトラベルストーリーの中に、架空の音楽やミュージシャンたちの日常をリアルに書き込んでいた初の小説、ヘッドホンガールも発売されました。はい でまずあのプリンスの訃報が飛び込んできたわけですけれども、はい、高橋さん、一報聞いて、どういうふうに,お感じになりましたかえと、まあ、もちろんびっくりしたんですけれども、僕、彼より少し年上なんですよね、はい、であのこれは今日の夕方に聞いたんですけれども、まあ、彼はあのスタジオのエレベーターで、スタジオといっても彼の場合は自分のプライベートスタジオで、はい、自宅の,あのすぐそばにある。うん そこでまあ倒れているのが発見されたんですけれどその,その前154時間連続してスタジオにいたらしいです、うん、ずっと154時間連続、ええうん、だ6日間以上ですよねずっと作業をしていたらしくて、はいでまあ、その前にインフルエンザにかかっていたという、うん、ようなこともあってうん、うん、まああのー ですからスタジオので死んじゃったんですよね、うん、であの僕もその、まあ、レコーディングスタジオのね本を書いたりするぐらいで、はい、スタジオというのがすごい好きで僕もまあちっちゃいプライベートスタジオ持ってたりするんですけれど、はい、プリンセスやっぱりスタジオで死んだのかっていうのがすごくこうショックというか、うん、でもベイズリーパークで死んだのかっていうね、うんうん ある意味本望だったのかなとも思ってしまうような出来事ですそれだけ新しい曲というか、まあ、今,もう今まさにその曲を作ってるっていう背中だったんですかね、はい、いや、彼はもう常に作っていて、うん、あのー、何千曲あるのかわからないという未発表作品が、はい、だから多分本当にもう、あのー、2日、3日のうちに、 新しい録音された曲ができてしまうっていうぐらいのペースで創作を続けてたんですよね。うん、とっても早いですね。プリンスのミュージシャンとしての特徴というものは、はい、まあどういった点がやっぱり着目に値すべきなんだとこれは急に聞かれてもとっても難しいんですけれども、うん、あのプリンス いくつかの側面があると思う、んですよ、はい、で今日まあそのいくつかの側面について、僕もまあ語っていきたいなと思うんですけれども、うん、曲とともにですね、はい、ただ、全体像に関しては、その発表された作品の方が少ないんですね、彼の場合。作ったものの中で,、ええ、ですから、これから何が出てくるかもわからないし、うん、その発表された作品も膨大ですから、うん、でこの何日間、僕、本当にプリンスばっかり聞いてたんですけども、 昔、あれだけ聴いたにもかかわらず、聞き返してみると、あれ、こんなアルバムだっけ、こんな音入ってたっけ、みたいなことがたくさんあって、プリンスってどういうミュージシャンなのかって、いまだに全体像がつかめきれてるのかな、これ、どれだけちゃんと聴けてたのかなみたいなことを思ってしまうアーティストですね。うん、なるほどどそしてプリンスデビュー当時といいううのはどういった、はい 衝撃とともに受け入れられらるよううな存在だったんでしょうかえとプリンスは、まあ、あの1978年にデビューしてるんですけれども、はいえー、ワーナーというレコード会社からデビューしていてワーナーってあんまりその後黒人のリズムブルースとかを扱う会社ではなかったんですよね、はい、でなぜワーナーがと契約できたかっていうのを考えてみるとあの彼は全ての楽器を自分で。 あの演奏して一人で録音完成できる、うん、そういうアーティストってそういうアーティストはやっぱり1970年代後半ってそんなにいなかったですね、うんえー、であのエミット・ローズとかトッド・ラングレンとか何人かあの白人のロックミュージシャンで先駆的な人たちがいて、えー、でトッド・ラングレンがあのやっぱりワーナー系のレーベルである程度の成功を収めていたんで、えー、あのワーナーの,その上層部の、えー、レニー・ワロンカーとかテッド・テンプルマン とかい、えー、ったたプロデューサーサちがいるんですけど彼らもものすごく音楽的な人たちなんで、はいあのー、プリンス扱ったことのないタイプだのアーティストだけどもこいつの才能にかけてみようかなっていうことで <laughs> すごく異色のアーティストということは最初から分かっていながらワー、うん、契約したんじゃないかと思うんですよね。枚目のアルバムってて彼にに好きに作らせて で彼はその黒人なんだけれども、ロックの影響も受けてるし、ジョニー・ミッチェルがものすごく好きだとかね、うそういうアーティストで、で聞いてみると、ボサノガみたいな曲も入っていたりとか、うううん、なんだか分かんないんですよ、で僕も最初、全然なんだか分かんなくて 2>、はいで、2作目のアルバムになると、まあ、どうやって売ろうか。 レコード会社も思いますよね、はい、それでやっぱりとりあえずそのリズムポップな R&B としてあの売るのがいいんじゃないかなみたいなことで作られたのが2枚目のアルバムだったり、うん、それから売れるまでやっぱりこう何を狙ったらいいのかっていうのは初期の作品っていうのはすごく揺れますよねそはねはい、はいうん、なるほどサイドは確かではあったんだけれどもどういった形でそれを仕上げていくのかっていうところの形になるまでが つまり入るジャンルがなかっもともと彼はミネアポリスっていうところで育っているんだけれど、うん、ミネアポリスってその黒人の人口もそれほどいないし、それまでそのリズムブルースとか、ファンクミュージックとか、そういうブラックミュージックがあまり盛んだった、そこから出てきたものってそんなになかったんですよ。うん、で当然そういういだからあの 彼が聴いて育った音楽もリズムブルースもあっただろうけど当然ロックもあっただろうし、えーえー、で彼はすごくギターが好きで、うん、あのカルロス・サンタナが好きだったみたいな、ねうんうん、だからいろんなものがミクスチャー最初からされていて、はい、でも突破口どこだかわからない状態で、うん、あのデビューしてしまったアーティストだと思いますね。うんうん、カテゴライズが難しかった、ねえー 最初からこいつなんだろうという状態だったと思いますけ、ねうん、いろんなものがあるぞっていう,、えー、うんそれはまあ音響の,その広がりとかね、その独特のやっぱり聞き心地っていうものは、プリンスの中ではあると思うんですけれども、はい、それやっぱりジャンルを超えて、いろんな音響のまあ遭遇が曲の中で聞けてしまうっていうところにあるわけですかね。 ではですね、あの、今日はですね、曲をいろいろ書きながら行きたいと思うんですけれども、はいはい、高橋さん、1曲目何から行きましょうか、えー、そうですね、あの、セカンドアルバムの冒頭に入っている、えー、I wanna be your lover っていう曲があるんですけれども、はい、これすごい初期のプリンスらしいポップな R&B、とっても明るい曲で、うん